サンベルナルドアレテルメ教会いるモニュメントアイキャデューティディガガリーエーローマディオクレティアヌス浴場はローマ帝国皇帝ディオクレティアヌスが306年に建設した公衆浴場。主にマルキア水道から水を受けていた。ローマ帝国でも最大かつ最も豪華な浴場でコート族が537年に水道供給を絶つまで使われ続けていた。 大きさではカラカラミカドのカラカラ浴場と同程度で南西に面していたためカルダリウムを太陽エネルギーで温めフリギダリウムにはその熱が影響しない構造になっていた。浴場の建物は以下のような境界などに流用されたためそれなりの部分がそのまま保存されている。浴場の他の遺構はいくつかの通りで見られる。サンベルナルドアルテルメ教会は 浴場の区形の境界内の南西の壁に接するように立っていた二つの円形の塔のうち一つを再利用している。二つの塔の間には同じ壁の一部として大きなエクセドラがあったが、現在はローマの共和国広場の配置からその外形が想像できるだけである。1、カルダリウム、2、デピダリウム、3、フリギダリウム、4、ナタトリウム、5、パレストラ、6? 入り口7エクセドラありがとうございます。